野坂英語は日本の実業家。株式会社トレジャーファクトリーの創業者で代表取締役社長。神奈川県生まれ。1972年神奈川県に生まれる。父親は商社マン。父親の仕事の都合で2歳から10歳までをシンガポールで過ごした。小学5年生で日本へ帰国。中学2年生の時。 父を超えたいという思いから社長になりたいと考えるようになった。神奈川県立川は高等学校時代は野球部のキャプテンを務めた。高校卒業後、日本大学分理学部に入学。起業家の講演会で出会った福島精神に身の回りのことから50個、あったらいいな、できたらいいなということを書き出してみなさいと言われ、ショッピングモールでのアルバイトでまだ新しく、 使える家具や家電製品が捨てられていたことを思い出し、リサイクルショップを経営することを考える。大学4年生の後半から半年間かけて48件のリサイクルショップを訪ね、話を聞いた。大学卒業後、1995年に有限会社トレジャーファクトリーを設立。足立区の150坪の倉庫に1号店を開店する。開業資金は三十万円。 1999年に株式会社に改祖した。2007年には東京証券取引所マザーズへ上場。2014年には東京証券取引所第一部へ市場変更。現在に至る。ありがとうございます。